この動画では肝区域の画像解剖について解説していきます。肝臓に腫瘍性病変などの疾患があった場合にどの場所にあるのか全員で共有するために肝臓に番号が振られているわけですけれども、そのような肝臓の番地のことを肝区域と言います。肝区域に関してはどのようなルールで番号が振られているのかわからなかったり、またなかなか番号が覚えられないという方も多いと思います。この動画の目標としては、まず肝臓の基本解剖について簡単に解説し、その基本解剖を基礎に肝区域で番号をつけていくルールについて学んでいきたいと思います。そして CT や MRI の画像上で肝区域を実際に判断できるようになるというのを目標にお話ししていきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて解説していますので、これらのキーワード、また肝区域についてしっかり学びたい方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず肝臓の解剖について見ていきたいと思います。肝臓は横隔膜の下にある臓器で、肝蒲状肝膜と呼ばれる腹膜の仕切りを境に右葉と左葉に分かれます。解剖的なこのような右葉と左葉では非常に右葉が大きく左葉が小さくなってしまうため、基本的には後で説明する胆嚢と下大静脈を結んだレックス線というものを境に機能的な右葉と左葉に分かれます。この肝臓を左右反転し下から覗くと、この部分の下大静脈が通っていたり、下側に胆嚢があるわけですが、その下大静脈や胆嚢を追加した図で、ここから先の詳しい解剖について見ていきたいと思います。こちらが下大静脈と胆嚢を追加した図で、胆嚢と下大静脈を結んだレックス線よりも右の部分を機能的な右葉、左の部分を機能的な左葉と言います。左葉に関してはこの部分に出っ張りがあり、微静葉と言いますが、静脈管炸裂という溝がこのように縦に走っており、この静脈管炸裂よりも右側で下大静脈に接している出っ張りを微静葉と言います。また、この溝に関しては横方向にも伸びており、横方向の溝を追加すると、アルファベットの H のように見えるわけですが、このアルファベットの H の横棒に対応する部分、この部分を関門と言い、固有肝動脈、門脈、リンパ管、神経、肝管などが通ります。肝臓の解剖を勉強する際には、腹膜ひだでできた構造物と、それが入る裂孔について注目することは重要です。肝臓は、薄い腹膜というものを、肝臓という実質が押し付けたような構造物となっており、このような薄い膜に実質を押し付けた場合、このようなひだ状の構造物ができます。こちらを腹膜ひだと言いますが、肝臓には様々な腹膜ひだでできた構造物があります。例えばこちらの正面から見た場合には、肝蒲状肝膜がこの部分にあり、その下の自由に動ける自由縁を肝縁索と言います。後ろ側やや下側から見ると、こちらにも様々な腹膜ひだでできた構造物があり、この部分には静脈管索と呼ばれるひだがあります。肝蒲状肝膜は別名、最静脈裂と言ったり、こちらも静脈管という名前がある通り、赤ちゃんの時にお母さんと血液のやり取りをしていた、この最静脈の構造、が元々あった部分として由来しています。こちらは赤ちゃんが生まれた後は必要なくなりますので、どんどん退縮していって、その名残として残っているわけです。 CT の画像ではこの部分に裂孔がありますけれども、この裂孔を元々これがあった部分が走行していたという構造となっています。また他にも腹膜ひだでできた構造物はあり、こちらの部分で三角形状に方向を変える部分やその他の部分がありますけれども、この三角形状に方向を変える部分を右三角肝膜、それ以外を肝状肝膜と言います。三角肝膜と肝状肝膜のセットに関してはこちら側にも見受けられます。この腹膜ひだでできた構造物とそれが入る裂孔に関しては、肝臓の区域の境目となっている場合が多く、例えば肝蒲状肝膜の場合には解剖的な右葉と左葉の境目、静脈管索とそれが入る静脈管索裂に関しては微静葉との境目となっています。続いて肝臓の脈管系について見ていきたいと思います。こちらの図に示すように肝臓にはさまざまな道路が行き来しており、血液や酸素、栄養素などを運んでいます。肝臓の脈管系として重要なのは肝動脈と門脈、胆管の3つとなります。肝動脈に関しては大動脈から腹腔動脈、そして総肝動脈を経由し細かい固有肝動脈になりますが、肝臓に酸素を運んでいます。もう一つ肝臓に向かって血液を
送っている道路があり、そちらを門脈と言いますが、小腸から吸収した栄養素を運んだり、脾臓で分解し赤血球を分解した際に出るビリルビンを運んだり、胃からのホルモンなどを運びます。そしてもう一つ胆管がありますけれども、胆管に関しては肝臓で作った胆汁を一時的に胆のうにため、必要に応じて十二指腸に出すという経路になります。 CT で確認してみると、造影剤に満たされたこの非常に太い管がありますが、こちらが門脈になります。門脈に関してはパーセントは書籍によって異なりますけれども、肝臓に注ぐ血液のおおよそ 75% から 80% 程度賄うとされ、非常に多くのパーセントを占めているため、このように太いと覚えると分かりやすいと思います。その前に造影剤に満たされた肝動脈があります。そしてその横に造影剤では満たされていない胆管が通っています。この肝動脈、門脈、胆管というのはグリソン症と言われる一つの鞘に収まっており、その鞘にこの3つが収まっているため、肝三つ組と言われますけれども、この肝三つ組が収まった鞘は末梢、そしてミクロの世界まで続いていきます。そちら非常に重要で、この3つのセットが1つの鞘に収まって続いているというのは重要なポイントとして押さえていただけたらと思います。続いて肝静脈の解剖について見ていきたいと思います。肝臓からの血液を下大静脈に注ぐこの3本の通り道を肝静脈と言い、場所によって右肝静脈、中肝静脈、左肝静脈と言います。門脈、肝動脈、胆管の3点セットは1つの鞘、グリソン症に収まっており、そちらは肝臓の1つのユニットである肝小葉というミクロの世界まで続いています。門脈からの血流は小葉肝静脈となり、固有肝動脈からの血流は小葉肝動脈というのになります。そして小葉肝静脈と小葉肝動脈はこの類葉毛細血管、類道と呼ばれる部分で合流し、この部分に進んでいきます。それに対して胆管に関しては、こちら小葉肝胆管となりますが、血流とは逆の経路でこちら側に進んでいきます。小葉肝動脈と小葉肝静脈は類道を通ってこの中心静脈に注ぎ、この中心静脈から肝静脈を経由して下大静脈に行くという流れになっています。CT の横断像で見てみると、この部分に下大静脈があり、この下大静脈のこの部分で3本の静脈が合流していることが分かります。こっち方向に行っているのが左肝静脈、こっち方向に行っているのが中肝静脈、こっち方向に行っているのが右肝静脈となります。この肝静脈3本についてはこれから説明する肝区域の境界となる構造物ですので、しっかりここで解剖を押さえていただけたらと思います。それでは基礎的な解剖を見たところで、今回の動画のテーマである肝区域について見ていきたいと思います。肝区域はこのように肝臓を8つのセグメントに分けていきますけれども、その際のポイントは、まず区域の中心をこの門脈が走行しているということです。肝区域の中心はグリソン症、門脈、肝動脈、胆管が一つの鞘に収まったものが走行していきますけれども、その中で一番太い門脈を同定していくことが分かりやすいと思います。この門脈が区域の中心を走行します。そしてこちらに右肝静脈、中肝静脈、左肝静脈の3つの肝静脈がありますけれども、この肝静脈が区域と区域の境界となります。あたかも田んぼのこのあぜ道のように、区域と区域の境界を肝静脈が走行しているわけです。よって肝区域のポイントとしては、肝静脈と門脈の走行を追い、その2つの二刀流で区域分けしていくというのがポイントとなります。それでは肝区域の分類について見ていきたいと思います。まずは肝臓を5つの区域に分けるヒューリーとシュロイの分類について見ていきたいと思います。こちらの分類では、まずこの胆のうが収まる肝臓のくぼみである胆のう下と、下大静脈の3つの肝静脈の合流部であるこの部分をラインとして結んだレックス線というラインを結びます。このレックス線が肝臓の機能的な右葉と左葉の境界となるわけですけれども、レックス線に関してはレックスカントリー線やカントリー線などと呼ばれる場合もありますが、レックスの記載が一番最初ということで、この動画では肝がん取扱規約に合わせてレックス線で統一していきたいと思います。このレックス線で肝臓を右葉と左葉に分け、まずは左葉から見ていきますけれども、この肝釜状肝膜がまた境界となります。肝釜状肝膜よりも外側の部分を外側区域と言います。レックス線と肝釜状肝膜の間のこの部分を内側区域とします。続いて肝の右葉に行きますけれども、右葉はこの右の肝静脈の主幹部がポイントとなります。
この右の冠静脈の主幹部に関しては肝臓を前後に分けるため、レックス線と右の冠静脈主幹部の間の区域を前区域、右の冠静脈主幹部よりも後ろの区域を後区域とします。これにさらに肝門部の背中側に位置して下大静脈に接するようである尾状葉を追加し、5つの区域に分けるというのがヒューリーとシュルノイの分類となります。画像診断や臨床ではさらに細かいアーク域を追加し、8つのセグメントで議論するクイノの分類の方が使われることが多いです。クイノの分類ではセグメント1を尾状葉、そして外側区域をさらに左の冠静脈で腹側と背側に分けて2番と3番としますけれども、背側の部分左右外側後アーク域を2番、腹側の部分左右外側前アーク域をセグメント3とします。そして肝カマ状肝膜とレックス線の間の内側区域を4番とするのは同様ですけれども、ここでこのグリソン周分器というものがあり、このグリソン症の一部である門脈がこのように分かれる手前のこの部分ですけれども、この部分で上下に分け 4A と 4B に分ける方法もあります。続いて右葉に行き、こちらに関してはまず前区域をこのグリソン周分器で上下に分け、下側の部分ですね、右葉前下アーク域尾側の領域をセグメント5、前区域で上側の部分ですね、右葉前上アーク域をセグメント8とします。続いて後区域の方に行き、同じくグリソン周分器よりも等速か尾速かで分類しますけれども、尾速の部分右葉後下アーク域をセグメント6、等速の部分右葉後上アーク域をセグメント7とし、8つの分類で分けていくのがクイノの分類となります。続いて肝区域の番号の付け方ですけれども、回りながら付けていくということがおすすめです。まず作用については尾状葉が見える断面から反時計回りに S1、S2、S3、S4 と回っていきます。右葉についてはこのように右側から門脈を観察してみると、前側の上下、後ろ側の上下に分かれていくわけですけれども、この部分から時計回りに P5、P6、P7、P8 と門脈の名前がついています。門脈は各区域の中心を通るため、この部分から S5、S6、S7、S8 という名前がつきます。 S1 から反時計回り、右から見て時計回りというふうに覚えると肝区域が回る順番を覚えやすいと思います。それでは画像上での肝区域の決め方の手順について見ていきたいと思います。順番を厳密に守る必要はないので、それぞれのポイントを押さえていただけたらと思います。まず胆嚢と下大静脈が見える断面でレックス線を引き、左右と右右を区別します。そしてこの出っ張っている部分が尾状葉 S1 となるわけですけれども、門脈層に近い層ではこの尾状葉に向けて走る門脈 P1 が見える場合があるので、門脈層の画像はしっかりと見ておくと良いと思います。続いて3本の冠静脈のラインを引いていきます。こちらの冠静脈のラインは各区域の境界となるため非常に重要です。そしてそのラインをそのままイメージしながら上に上がり、門脈細部のラインを引いていきます。そうするとこのように S2、S3、S4 を反時計回りに同定することができます。左の冠静脈主幹部に関しては S2 と S3 の境界、門脈細部に関しては S3 と S4 の境界、そして S4 の端っこが中冠静脈の主幹部となります。さらにこの際に各区域の中心に向かっていく門脈の走行も同時に確認しておくと良いと思います。冠静脈で同定した方が分かりやすい場合と門脈で同定した方が分かりやすい場合があるため、静脈と門脈の二等油で必ず肝区域を同定していくということが大切です。続いて肝右葉の区域分けをしていきます。まずは門脈の左子と右子の分岐を確認し、この右子が水平に走る周門脈区、この部分を同定します。こちらが下側のペア S5、S6 と上側のペア S7、S8 を境界するおおよその目安となります。そしてここから下に下がり、右冠静脈と中冠静脈を境目として右葉前下アーク域 S5 と右葉後下アーク域 S6 を同定します。この際に必ず門脈 P5 と P6 の走行を確認しながら同定することが大切です。
続いて再び周門膜球の部分に戻り、今度は上に上がっていきます。同様に右冠状脈と中冠状脈のラインをイメージしながら、右葉甲状アーク域 S7 と右葉前状アーク域 S8 を同定していきます。その際に必ず門脈 P7 と門脈 P8 の走行を確認しながら同定していくことが大切です。以上が冠区域の決め方の手順となります。それでは実際に画像をスクロールしながら冠区域について見ていきたいと思います。まずは胆嚢と下大静脈を結ぶレックス線をイメージし、左葉と右葉に分けます。ここから下方向に下がっていき、冠状脈を見ていくわけですけれども、この合流部から左の冠状脈、中冠状脈、右の冠状脈の主幹部のラインをイメージします。このラインがそれぞれの区域の境界となります。まずは左葉から見ていくと、尾状葉を見ていくわけですけれども、尾状葉は下大静脈に接していて、このように出っ張っている部分となりますので、こちらが S1。 左葉に関してはここから半時計回りに S2、S3、S4 となります。S2 と S3 の境界に関しては、先ほど見た左の冠状脈の主幹部のラインをイメージし、それよりもこっち側が S2、 こっち側が S3 となります。 S3 と S4 の境界に関しては、冠窯状冠膜とその中を走るこの門脈の細部と呼ばれる部分が境界となります。門脈の細部は名前の通り、あのへそという名前を使っていますけれども、やはり体成期の最上脈の名前に由来する解剖構造です。こちらが3番と4番の境界、そして中冠状脈の、この中冠状脈の主幹部のライン、もしくはレックス線が4番の端っことなります。続いて門脈について見てみると、この部分で刺しと牛に分かれ、この刺しに関しては先ほど言った門脈の細部の部分に向かっていきます。そしてよく見てみると、この部分に小さい門脈がありますが、この走行を追っていくと、ここからこちら、こちら、こちら、こちらと、こっちの方向に、尾状葉の方向に向かっていることが分かります。もう一度見てみると、ここからスタートし、このように向かっていきますけれども、ここからこう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 と尾状葉の方向に向かっていることが分かります。こちらが尾状葉の中心に向かう門脈 P1 となります。 P2 以降はもう少し太いので分かりやすいですが、この門脈の細部あたりからこちらの方向に向かうこの門脈が S2 の中心に向かう P2、 こちらがこちらですね、こちらの門脈が S3 の中心に向かう P3、 こちらが S4 の中心に向かう P4 となります。このように冠状脈を境界とし、門脈が各区域の中心に向かうという冠状脈と門脈の二刀流で冠区域を決めていくことが重要です。続いて右葉について見ていきたいと思います。右葉に関しては、この中冠状脈の主幹部のラインよりもこっち側が右葉となりますが、この右の冠状脈の主幹部のラインを境界に前区域と後区域に分けます。右葉に関しては、右側から見て時計回りというのが合言葉でした。つまりまずは下側に行き、前の5番と後ろの6番、そして上に行き、反転して後ろの7番、前の8番というふうにリズムよく番号をつけていくと冠区域を振ることができます。上下の境目に関しては、この周門脈球が境目となっており、ここからまず下側に行きますけれども、下側に行くとこの非常に太い門脈がありますが、こちらが前に行っていることが分かります。こちらが下側の前に向かっていく S5 の中心に走る P5 となります。もう一度戻り、今度はこちらにも太い門脈がありますけれども、こちらが後ろ側に向かっていく6番の中心に向かう P6 となります。前後ろの順番に5、6となり、今度は上に上がっていきますが、この周門脈球をおおよその目安とし、ここから上に上がると、こちらに前に行く門脈がありますけれども、こちらが8番、そしてこちらが7番ですね。前後ろ後ろ前の順番ですので、後ろのこちらが S7、 そしてこちらが S8 となります。もう一度見てみると、周門脈球からまずは下に行き、前後ろですね、前後ろの順番に5、6、そして今度はまた周門脈球に戻り、今度は後ろ前の順番ですね、後ろへ行く7番、前を行く8番というふうになります。このように
同様に、右の冠静脈を境界として前駆域と後駆域に分け、門脈の走行を追っていきながら、前、後ろ、後ろ、前の順番に P5 から P8 のように振っていくことが重要です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肝区域の画像解剖について詳しく説明していきました。肝臓の解剖について説明し、その解剖を基礎に肝区域がどのように振り分けられているのか、画像上で肝区域をどのように振っていくのかについて説明してきました。特に一番重要なのは、門脈がそれぞれの区域の中心を走行し、田んぼのあぜ道のように冠静脈がその境界を仕切るということが最も重要でした。境界については特に意識することが重要で、胆嚢と下大静脈を結ぶレックス線や中冠静脈の主幹部が機能的な作用と用を分けます。2番と3番の境界に関しては左の冠静脈の主幹部が境界でした。3番と4番の境界に関しては冠窯状冠膜、もしくはその中を走る門脈の細部が境界でした。右の冠静脈の主幹部が右葉の前駆域と後駆域を分け、上下のおおよその目安に関しては、この舟門膜丘がおおよその目安でした。こちらをおおよその境に、下側の56と上側の78、左右に関しても4番を A と B に分けることがあるというふうに説明させていただきました。以上のように境界をしっかりと意識しながら、さらに門脈の走行を追っておき、門脈が各区域の中心を通っていくということを確認し、冠静脈と門脈の二刀流で読影していくということが重要だと強調させていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。肝区域に関しては主に原発性肝がん取扱規約を参考に作成させていただきました。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。